芝ですよ。うーはぁ。わざと負けるとか計算のやめるから。いや、お前空気読めよマジでって言ってるやつはさ、じゃあ俺何のために俺ら旅してるの？クリアするためだろ。頭悪いんかお前ら。お前らの方が空気読んでくれよ。いや、ま、これはみんなが正しいと思うで。これは本当に。あれあれ、みんなこれわざと負けた方がいい流れかもしんない。はい、僕知りました。あ、そっか、スイちゃんそこ負けたらまた最初からだもんな。うなげさん勝つ。これもう勝ってしまうんです皆さん、これ。いやだ、もう切れる。でも菅さんちょっと聞いてください。菅くん、菅聞いてください。僕もあと1匹なんですよ。皆さん聞いてください。勝ちましたよ。マジか。すんごい。藤沢志村がカズマで待機して怒られるのを回避しましたよ。藤沢さんマジですか。いやいや、僕はもう怖いんです、怒られるのが。何をやっても空気が読めないと言われてしまうのが怖いんです。いや、僕ももうちょっともうカンナから頑張りますよ。すぐ追いつきます。しもちゃん、雑魚2匹並べとしてお前らレベル上げとけよ。レベル高くないと勝てないから。皆さん聞きましたか。レートパンチ来た。マジか。いやー、リンちゃん落ちちゃったよ。当たんの。あ、でもいけるいけるいける。ルージュラがね、リザードンの大文字取らないんですか。リザードン、大文字で抜群ですよ。大文字打ってください。あ、そうなんですか。うん、これ先制取られて、冷凍パンチでね。そうなんですよ。先制で相手が早いから冷パンで飛行入ってて死ぬんですよ。死ぬかも。本当だ。死ぬかも。暴れるとかしてくれたらね。おお、よし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 。あー、危な。炎あるから抜群じゃねえよ。クラゲ黙ってる。ごめんね。博士、ごめんね。よし。吹雪て。はあ、終わった。ソイソさん、何してはるんですか。すまんて。あ、よし。よしよしよし。気ぶたになっとけばよかったや。いや、リンちゃん頑張ってるやろうが。めっちゃ強いやないか。いやー、しやしやしやし。問題ここですよ、スージラですよ。とりあえず、毒毒をね。よし、来た。なるほど、なるほど。うわー、きつ。はい、僕もマッチです。よしよし、1個小さくなりました。2個小さくなりました。はい、3回小さくなりました。何が恥ずかしいんですか。一生懸命戦ってるじゃないですか。こんなに戦法で叩かれるってある。勝ち戦法。よし、勝った。冷凍ビーム強っ。はい、オッケー。おー、いいよいいよいいよ。おー、よしよし。はい、地割れ効かないということでね。そうそう、やりましたよ。おお、連打されたら勝てるで。いけいけいけ、地割れしかせへんやん、こいつ。ハマってるやん、地割れ気合いダメでハマってるやん。来たぞ。ああ、地獄車とかいう。え、でもそれじゃ死なないんじゃない。あ、すげえ効く、あ、すげえ効く。あ、反動受けた、よし来た。これ買ったやろ。買ったな。見た、このエフェクト。皆さん、しもやかさん手が震えてますよ。穴を掘るがなんか強いとか言ってたよな。え、これ穴を掘るなんですか。地面が効くとかって噂聞いてるよ。ゴーストがさ、毒入ってるやつが多いのよ。引っ込められ、皆さん戦略性がありますよ、こいつ。穴掘ったら飛行に交換してくるじゃないですか。賢ない。クラゲのスリーパーのガチ感、キモ。ちょっと黙っててもらっていいですか。黒い霧とかいうやつでステータス元に戻すねんけど、こいつ。大丈夫だから。だから、リンちゃん戦法が通じひんわけよ、クロバットには。ああ、もうリンちゃんいないけどな。しゃあ、残り1体。レベル60!
嘘でしょ。マジか。勝てるわけない。無理なんです。あーくそー。でも勝てるな。はい、勝ちました。マジかよ。クラゲー俺も勝っちゃったわ。マジっすか。皆さん聞きましたか。今行きますから。マジで。はい、みんなハルカネさんバブルコースでぐちゃぐちゃだったよ。あそこが当たるか当たらないかがマジ分かれ目ないよ。間違ってド忘れちゃった。クラゲ、ソイちゃんに黙っといてな。クラゲさ、今さ、シマヤ君がさ、うん、ソイちゃんに黙っといてやって言ってるけど、なんて言ってた。なんか、口が裂けても喋る前。何をなん。シマヤ君との約束やから。何をなん、教えてや。教えてや。あのね、あのね、この間違えてね、ド忘れ打ちよった。お前。なんなんクラゲ。ごめん。あんなに内緒にしてって言ったやん。無理や。無理なんや。あら、スガ君ピジョット復活してるやん。やっぱ空を飛ぶでね。ピジョットってあかんのちゃうかったっけ。おい。いやでもやっぱ弱点の空を飛ぶで。あれ封印することになったんじゃなかったっけ。え、ピジョットですか。うん。え、俺そう聞いたね。ピジョットとか、ちょっと進化させたら、もう埋まるけど、スタメンに入れへんみたいな、やつを、アーボックとかな。そうそうそうです、そうです。で、やっていってんじゃないですかね。なんでそれを今言うんですか。なんでそれ今言うんですか。どっちにしろめっちゃ弱いんで入れないです。あー、試してみたかっただけね、お遊びで。あ、そうです、そうです。おい、人が待ってんのにお遊びって何。いや、もうすぐに行きますから。シマヤカさん、リセットしてるけど。もう、はるか姉さんがぐちゃった時点でもう僕がやり直しますよ。ミンチリセットね。ミンチリセット、そうそう。ミンチリセット。ここさ、行け、はるか姉さん。あー、なるほど。寝てる間に影分身を作ったわね。ポケモンって影分身って祈るゲームだっけ。その通りですよ。マジか。耐えろ、はるか姉さん。姉さん。姉さん。何やねん、最後の姉さん。あ、ミンチリセットや。どうせやられるだって、パイルシェンで全員。冷凍ビームで。粉々になったの見てたろ、何回も、お前ら。誰が耐えられたんだよ、パイルシェンの冷凍ビーム。そうさ、キックポジションじゃないですか。いや、もうこれ、リザードン死んでるんで。ああ。レベル21の、ディグダがね。エースですよ、うちの。みんな穴掘るよ。結構穴も効くでしょ。急所効果抜群で。ああ、でも結構効くんじゃないですかね。ほら、これ。賢っ。賢的。頭よ。青い画面。青い画面なのおもろ。よしよし、あー生きた。おあー生きたって。はるか姉さんのパターン来た。え、すごくもういけそうなの。いやー、きついです。でもゲンガは倒せそうじゃない。死んだら終わります。ゲンガラストじゃないんですよ。あ、そうなんや。ちょっと今安心したんですか。あ、そういうことじゃないなって。同じにすんのやめてもらっていいですか。さすがに、それは本当。あっ姉さん。はい、姉さんぐちゃぐちゃです。あとも影分身つんで祈るゲームだから。さあ、影分身がうまくいっていける。いや、もうだいぶもう積んでるから倒せるんちゃうか。マジか。マジだよ。マジか、ハイドロポンプって。よりによってめっちゃ低いやつが当たりましたよ。あ、秘蔵っ子やん、お前の。来たあ、スターミサイコウェーブ来た。サイコウェーブって何番ですか。あれ、すごく死んだんですか。皆さん、最悪ここでハルカさんのレベルが41に上がるまで待ってもらいますよ。
雷もうオーロラビームってマジかこいつ、ぐっちゃぐちゃですよ。おし、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 耐えてる、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 よし、倒すな、よし、姉さん、ほんまありがとう。あ、しまったここに来て吹雪が当たる。よっしゃ、やめてくださいよ、柴さん、ディフェンダーを使うのは。四天王、ちょっと痛いとこありますよね。わかるわかる。アイテム使うっておかしくない？四天王の人格否定から始めましたよ、こいつら。やったぜ問題は次よ。ここで僕の秘蔵子サンノパンさんが出てくるわけですよ。え、地震って聞くの？めっちゃ聞くんだ。めっちゃ聞くで。あ、聞くんかい。サンドパンが死んだら考えよ。そんなことあります？話しかける前に考えてくださいよ。やべっす、これめっちゃ聞くじゃないですか、メガドレイン。メガドレイン。なんなんすか、サンドパンさん。おっつー。ちょっと待ってください、今のしかかりを選んだじゃないんですか。やべ、もうちょっと。今ものしかかりをまた選んだじゃないんですか。A ボタン連打したください。まさかのドベになりそうですよ、菅さんが。え、マジですか？いやいや、それはないですって、下枝さん。僕は勝ちそうですよ。仲間じゃないですか。菅さん、置いてきぼりになった瞬間、黙ってやり過ごそうとするからね。切ったら逃げるよ、ほんと。もう、気配を消すとこかなっていう。菅さん、勝ちましたよ。マジですか？うーわ。でも、勝ったんじゃないですか、マジで。いや、勝ったやん、普通に。いやー、皆さんお待たせしましたということでね。よし、あー、勝った、菅くん、ついに勝ちました、勝ちました。菅さん、サンダースレベル53ってマジですか？それいて勝てないやついるんですか？